はいはい、太田さん、はい、今日はスポーツ報知の記事をご紹介したいと思うんですが、うん、まあ、トランプ大統領の支持率も、はい、ABC とポストの世論調査で出てまして、うん、まあ、史上最低の支持率ということなんですが、うん、一方でちっちゃな記事ですけれども、うん、安倍内閣の支持率、うん、最新のでは、うん、ANN テレビ朝日系の調査で支持率が 29.2% となったという記事が載っておりまして、うんうんうん、15、16日に行った調査だったんですが、うん、前の月から 8.7 ポイント下がったということなんですね。うんうん、まあ、危険水域と言われる 30% を切るのは、まあ、各社下がってきてますけど、うん、先日の時事通信の 29.9% から続いて、2社目ということになりまして、うんうん、さらに 29.2 なので、またちょっと低い数字が出てしまったんですよね。うん、はい。これ読売朝日、日テレ、NHK、時事通信とかってこう出てるんだけど、やっぱり時事のやつが 29.9 でもテレ朝日インパクトありましたよね、うん、最初に3割を切った世論調査だったんで 30% 割れはちょっと危険水域だっていう話が前からあって、それは 29.9 テレ朝 29.2 になってるんだけど、うん、この 29.9 っていう数字は太田さん、これどうやって時事通信は調べてるんですか。はい、各社下落率出てるんですけれども、うん、時事通信が前回と比べて一番大きい下落率、うんうんうん、15.2 ポイントの下落で 29.9、はい、最初の3割を切った調査になったんですが、うん、まあ、大体今、うん、RDD 方式っていう電話による、うんうん、その世論調査が中心で、はい、うん、時々インターネットとかでも世論調査を行われますが、うん、はい、うん、この時事通信の 29.9% というのは、うんうん、調査員による個別面接聴取法を取ったと、うんうん、まあ、実際に面接をして、うん、面接、はい、で、あって、うん、その調査対象者の自宅を直接訪問して面接での聴取を行う、うんうんうん、でもしくは事前に回答調査書を配って調査対象者に記入してもらって後日調査書を回収する方式、これが個別訪問面接聴取法というらしいんですけども、はい、だから電話とかインターネットじゃない調査なんですね、うんうん、ダイレクトに調べた、ここで他のところはその何ていうの電話方式っていうのは RDD 方式がそうほとんどですね、うん、そういうのが使われてるというわけで、まあ、どっちの調査法がいいのかは俺はちょっとわからないんだけど、ただ電話だと電話って今も音声ガイダンスだよね、はい、うん、なんとかなんとかでなんとか自動でって、はい、でまあ一応、はい、人は一応、はい、で先に進むとそうじゃないってなるじゃん、2を、はい、あれってやっぱりさ、まあ、今ロボットの話したけど、音声ガイダンスってとってもなんか声がクールじゃん、うん、そうですよ ね淡々と言ってますからね。それでかかってきて音声ガイダンスがこう来た時にさ、うん、まあまあなんだ温泉街出すかっつって切っちゃう人とかもさ、結構たくさんいるんじゃないかなって。なるほど、かかってきた時にちょっと今そんな状況じゃないみたいなんで切ったりとか、忙しかったらね、とこれ時間かかりそうやなって、そう、ね、温泉街出すは長いからね、ということはやっぱりなんかこうよっぽど時間に余裕のある方とかっていうのが、はい、そういうことに対象になってくるよね、まあいいか悪いかは別にしてだよ、あと僕はこれだとちょっと違う話なんだけど、清水さんだっけな、清水清さん、はい、おいでになって、はいはい、前読売新聞にいた方ですよね、うん、はい、うん、合間にそのこの話をちょっとしてしたことがあるんだけど、怖いんじゃないですかと、なんかこう政権があって、はい、で自分がこう答えたりすると、うん、それが調査の結果でこう何々さんがどこのだけの電話でってデータに残るじゃない、全部、そうですね、全部残るじゃない、はい、でそれがこう 表になるわけじゃない、あこいつ違うんだとかっていうのは全部表になっちゃったりするじゃない、はいはいはい、でそれは怖いんじゃないかみたいな話をしてたんだけどね、まあまあちょっとそういう面もあるかなとぐらいは俺も思うんだけど、まあ、どういう調べ方が一番いいんだか分かんないけどね、ただこれもうちょっと低くなったりすると、はい、やっぱしあれだよね、
メディアもあんまりほっとかないよね、はい、うん、もうちょっとこれを大事にし始めるよね。まあもちろん、ね、与党も野党もこういうことを参考にしつつ、うん、まあ、政策を立てていこうとするんだろうけどね、はい、気になるところです、はい、清水教授さんは新潮社から日本テレビに移られた方ですね、はい、うん、先日、ごめんなさい、はい、